ででーん。控え室。今その感じじゃ燃えない控え室。今朝から友井さんに連絡が取れない。俺どうやら、我々の後ろから何か動きがあったようだな。うん。三剣。うん。君のことだ。すでに見当はついているんだろう。ナンバーについて。ああ、こいつも。うん。突き止めた。あ、にっこりマジ。うん。楽しんで判決下されなかった理由はただ一つ。この ID 使用記録のリストに疑問の余地が残っていたから。このナンバーが彼のものであれば、この疑問は消える。警察局長には公式な容疑はかかってないからな。今のところはだよ。とにかく全ての疑問は消える以上、大体5分、私は被告人に対する判決を求めることができる。でも、それは間違った判決だ。そう言おうと思った。だから話を聞きに来た。うん。彼女は何かを隠して、真実を知るためには、それを引きずり出すしかない。SL9 号式、すべてはそこに繋がっている。この心理は黒が最後なのだ。なんか振り返ってる暇などない。うん。決意するとあれば、真実を知る人は永久に失われる。考えておこう。それでは法廷で会おう。まこそ突き止めるんだ。行け。同日午前10時。ダン。大月智恵の法廷を開廷します。準備完了。デールスタンバイ。行くぜ。うん。の前に警察局長より緊急提案があるそう。うん。シュン。やあ、みんなおはよう。どういうお嬢さん、飢えてる？いやいや、衝動に汚れてアップアップしておりますよ。あ、それうまいな、嬢さんかな。いやいや、まったく。それで、局長、提案というの？ともえちゃん、国人がね、どうしても言っていきたいところがあるって言い出してさ、ともえさんが、でも手っ取り早いと思ってちょっとさ、聞いてみてよ。そうもないと思うんだよね。どういうことだろうか、被告人。申し上げたい内容、一言で済みます。即刻、審理を終了していただきたいのです。どういうことですか？私も全面的に犯行を認めます。本年2011、地方検事局の駐車場にて、大阪の正しき道を通過にしました。なんですってー。うん。待ってください。特に発言は弁護側の主張と反しています。なるほど、弁護士。私はあなたを自分の弁護人とは認めません。うん。これより私は一切の弁護を受け入れません。不可不可直接的な証拠はまだ足りないかもしれません。しかし、状況的な証拠ならば、検察側の立証は十分です。判決をお願いします。局人が逆らっていくスタイル。弁護士を拒否することができます。ただ今の被告人の主張は法の定めに反するものではない。全然無視したいですが、審理の必要はないようです。弁護人にとっては不本意な結果となったようですが。そんなわかない。それは被告人、大月ともに判決を言い渡します。お待ちいただこう、裁判長。三剣剣士。面接側の立証はまだ終了していない。今の時点では、ハリスに我々は同意できない。あのさぁ、ミスルちゃん。今君難しい時代なきゃわかるでしょうとなるんだし、これ以上問題を起こさない方が身のためだと思わない？チッチッチ。ふっ。見くびらないでもらいたいな、局長殿。どういうこと？過去の過ちを隠すために新しい偽りを繰り返す。残念ながら私はそれだと愚かではないのだ。
人のいきなりの死去。売られ何か取引があったとしか考えられないが。取引ねえ、君の得意なゲームじゃないのそれ。どうやら私の心も決まったようだな。裁判所、最初の証人を変更した。検察側の証人は大月あかね。本庁に入廷を要請する。検事、私は自己弁護の権利を行使しているのです。これ以上の真理は知ったことではない。真実を暴くことは時に悲劇を引き起こす。しかしこれ以上の悲劇は存在する。それは真実から目をそらすこと。検察側の様子を認めます。よろしいですかな、ガント局長。いつるぎちゃん、後悔するよ、必ず。大月あかねを入廷させていただきたい。うん。うん。証人、名前と職業。私、名前は大月あかねです。職業は、弊社の妹でカラフル捜査官を目指してます。さあ、今から2年前。青影事件と呼ばれる事件で殺人者青影城に遭遇した。間違いないだろうか。うん、はい。私一生懸命忘れようとしてるんですけど、誠に申し訳ないのだが、これからその記憶をもう一度辿っていただく。ここで真実すべきは正しき捜査官の出現事件です。2年前に解決した事件がそれほど重要なのですかな。重要なのだ。うん、わかりました。それでは、2年前、あなたが体験したことを証言していただこう。ついに、過去への旅が始まる。今の執着でもきっと、この事件の真相だ。ダメダメ裁判長。あの日、刑事局のオフィスでお姉ちゃんを待っていました。犯人が逃げてきて、通信刺されたんです。財務直人健二さんが私を助けてくれたんですけど、その時一瞬見た光景を今も忘れません。犯人がナイフを振り上げて、健二さんの胸に。本当に無事でよかったですな。私気絶しちゃって、よく覚えてないんです。当然でしょう、しかし。この証言は一体、ただ、指揮捜査官の殺人事件とどう関わってくるのですかな。それはこれから明らかになるだろう。では弁護人、尋問をお願いします。どうにかしてくれるやろみたいな。また、うん、年前、被告人大月お前さんは検察官の捜査官でしたんでね。ええー、副出身捜査官ですか。あの、かっこよかったです。よく覚えておりますぞ。おうちのガント首席捜査官とコンビを組んでご活躍でしたなぁ。確か、ガントとオフィスも共にしていこう。はい、私、いつもお姉ちゃんのデスクに座って、あのオルガンを弾いてみたいなって思ってたんです。あの日もそうでした。あら、2年前、検事局と警察局の式典が行われた日だった。ご飯を食べに行く約束。見てきて、出陣された。犯人というのは、青影城っていう人でした。殺人犯だって。あの、式典の傍ら、青影の事情聴取が行われていた。我々は彼の容疑を固めるのに必死だったんだ。取り調べ室から逃げた奴はエレベーターに乗り込んだ。慌てていたんだろう。そのエレベーターは上りだった。そして、ガンと、大月のオフィスに逃げ込んでしまったんだ。部屋の外がなんとなく騒がしくなって、私、ドアを開けて覗いてみました。そこに、あの人がいたんです。また、なぜ、ケンジさんが。あの日、青掛城の上昇士には、ガントと、ザイモンの二人がいた。なんともか。ザイモンの後はその日、ケンジ局長でばかりやった。若く情熱に燃えて式典の後取り調べ室に直行したという。武装した青影の後真っ先追いかけたわけですな。あとに捕まれて私もうダメだと思ったんです。
そこへ財門検事が駆けつけていった。うん。おー、何が何だか分からなくなっちゃって。でも、この時一瞬見た光景は今も忘れません。犯人がナイフを振り上げて、ケミさんの胸に。それは本当にショックでしたね。目をつぶると、今でもはっきり見えるんです。ところで、この時、あなた自身はどうしていたんだろうか？もしか、青掛城に掃除に取られていたと証言されていたわ。あの時、雷が鳴って部屋の電気が消えた時、ケンジさんが殺人犯に飛びかかりました。そして、私は放り出されて二人は争い始めたんです。私はそれを見ていたんだと思うんですけど。よし、お前さんにはその理由がある。どこまで来たっけ？また！あの時のこと、キャストもらえるかな？ケンジさんは私と青影に飛び交ってきました。この時、部屋の電気がパッと消えたんです。電気？今頃の時期だったんですけど、じゃあ雷が鳴ってて、地球に落雷したんです。それで停電に。しかし妙ですなぁ。部屋を裏があったなら何も見えないはずでは。一瞬窓の外で雷が光ったんです。ストロボのような光が目に焼き付いて。刑事さん。正しき刑事です。捜査責任者の。もっと詳しく。正しき捜査など話した2年前に。はい、今回の実験、怖かった。年前にあった捜査官の人たちがみんな関係してたから。京さん、ガント巨匠に立た、四季さん。正しき捜査官にはあなたが提出したことを話したんだろうか。話しました。でも、私その時うまく言葉が出てこなくて、絵を描いたりしたんですけど。ああ、前にも聞いてる気がする。絵のことを追求。承認描いたという絵。重要な意味もそう考えます。しかし、年前、証言の中にそんな絵はなかったはず。証人、今の発言を証言に加えていただきましょう。はい。また君を動きした光景、確かに絵に描いたんだね。はい。私、少しでも、そうですね、役立ちしなかったから。目を閉じるだけでいつだって見えちゃうし。これは少し不自然だ。そこで。あの事件は私が引き継いだが、そのような証拠品は受け取っていない。証人の勘違いではないのだろうか。確かに書きました。気のせいじゃないです。ああ、何か引っかかる。もう一度証拠品を調べてみた方がいい。これは一体どのようなものだったかな？で、これかな。うん。やはりマジックで描かれた絵。なんかとても、とてつもなく嫌な予感だ。これ突きつけてみるか。やり。うん。続き検視。うん。この少女が一生懸命真心を描いた絵。あなたあくまでも否定するのですか？ガッチ私を悪者にしないでもらいたい。否定も何も。感動検事として私はそんな絵は知らぬ。元にあるやろか。しかし、一切ここにこうして存在するのですよ。これは SL 休校試験の証拠品リスト。そのリストを裏返してご覧ください。裏っと。ああ、これは。なんだこれは。あ、私の携帯です、それ。確かに、二人の男が争っているようです。うん。バカだ。そもそも弁護人。なぜ貴様の時はこのリストを持っているのだ。ごとき。うん。担当検事管理している、それなのに。おや？この2枚のリスト、内容が違うようですよ。なんだと？どうやら密売刑事。年前の証拠品リストは不完全だったようです。
法律とは2枚で1つになるようです。お互い切り取られた跡がありますからな。剣剣士、これではっきりしたわけだね。2年前、君のところに全ての証拠品が届いてなかったんだ。なに、静粛に。しかし、こんな大事なリストの裏に書くとは。取調べ室で忠敷検事さんに渡されたんです、それ。待って。半分に切られたら、もしかして。裁判長、何ですか、弁護人として目をきらめかせて。証拠品リストが半分に切り取られたものならば、通勤者のリストの裏にも何か書かれているかもしれない。バカなに、通勤者。可能性はあるだろう。その裏は、どうかしましたかな。ねえ、失礼。確かに私のリストの裏にも絵が描かれていたようだ。俺がそれだ。みっちゃんは少ないのに大体変な悪くなっこ。これはそう、いわゆるあれですかな、昨日証拠破壊室で踊った彼。おそらくどっかの刑事課長が落書きをしたようだ。あのおっさん、証拠リスト完全なものになった。とにかく証人、証言していただきましょう。年末にあなたが書いたこの絵について。あ、はい。どうしたんだ、彼女。絵を見て、なんか考えて。なんだ。この絵、私は2枚描いたものです。雷がまぶしくて黒い影しか見えなかったけど、この後私、気絶しちゃったみたいです。間違いなくあの時見た光景をそのまま描いてあります。頑張れ、みっちゃん。一瞬の髪を見る光が目に焼き付いたのですね。それだけに、カネちゃんを見てママを描いている。どうやら虫は見当たらないようです。以上だ。俺ら弁護人、尋問をお願いします。全部に噛みついてるから。わかった。いや、自分、事件が起こってすぐに描いたのかな？多分2、3日ぐらい経ってたと思います。私しばらくはショックで何もできなくて、その間に捜査班が再編成された。死のもと屋敷捜査官責任者に任命されたわけだ。 2、3日後、それならまだ記憶病に薄れることはないね。ところで証人、この絵は真っ黒に薄らされていますが、雷が眩しくて黒い影しか見えなかった。じゃあ助けてくれたのが財務検事だったということも分かりませんでした。雷が眩しかったし、突き飛ばされましたから。突き飛ばされた。私あの犯人捕まってたんです。そこに検事さんが飛び込んできて、全部に噛みついてるから。もう背中から思いっきり突き飛ばされました。振り返った瞬間、あの雷が光ったんです。実際にはちゃんと顔見えてないのかな。そしてあの運命の瞬一瞬の後、なんと私入れずしちゃったみたいです。じゃあ犯行の瞬間を見てないんだね。はい、ごめんなさい。私、雷の光が闇を払うのはほんの一瞬に過ぎない。そして、か弱い少女が気絶したのも無理はない。こんな証人をそれでも気が済めるというのか。僕を悪者にしないでもらいますか。とにかく、この絵は、間違いなくあの時描いた時計をそのまま描いてあります。黒い岩だよ。本当に見たまま描いたのね。あ、はい。間違いないです。聞いた話に影響されたという可能性は、我々が証人の記憶を西巻きの上も言うつもりかな。いやいやいや、そういう意味じゃないですけど。
お前何も聞かされる前に書いたんです。だから何かに影響することはなかったと思いますけど、何か絵におかしい点でもあるというんですか。いやーそうですねー、どうもおかしい。この人は自分の目に映す一瞬そのまま描いたんです。それなのに本当に違和感、明らかに矛盾している。どうだったっけ。でもハイブより一度もう背後だね。心配を恐れし傷の奥からナイフを刺さびっくりした。くしゃみキャンセルして死にそうになった今。びっくりした。酔っぱいない失血し。マイボーじゃんな。ミュートできなかった今。くしゃみキャンセルしたら死にそうになった今。びっくりした。なんだろう。なんだろうな、なんか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 な。眩しくて見えなかった。最後さ、どこで突きつけるかだな。突きつけるって言い方嫌だけど。黒い影しか見えなかったけど、顔見えてないってことなんだよな。だから最終的に誰が殺したかが分かんないんだよな。一度突き飛ばされた。だから意義あり、グエ違う、なんかあの時書いた。 OK、 そのまま書いた。本当にそのまま書いたんだね。最後に突きつければいい。とりあえずって言い方やだな。突きつけててみるか。あれ待って。概要がないんだよな、これ。心配しましょう。前より一度だから、まあ構図的には合ってるんだな。うえぇ、どこ、ちょっと待って。まさかまさかね、これのわけないよね。関係ないよね。
まさかね。あなん顔を見せるとか本当にこの人だったってやるのかな、うん、写真見せてみる。ダメだったら考えようか。あ、ダメだった、うん、突きつける場所が違う。突きつける場所が違うかな。雷、どこだろう。最後のとこで突きつけるんじゃなかったら、ここかここなんだよな。ドーン。グエー。ここじゃなさそうなんだよな。また。でん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 。光った。一瞬の後。写真を見せる。愛好記録とか関係なさそうなんだけどな。これはこれでわかんないしな。わからんな。なんだ。そう。まあ、私気にならないから、わけないんだよ。何がノイズなの、ずっと同じ音楽聴きすぎて何がノイズなのかわかんないぐらいになってきちゃったから、ちょっと。ちょっと、考える方に集中するわ。ちょっと待って、なんだこれ。だから、見えてないわけでしょ。最終的に死んじゃったのは、あ、そうなのね。オッケーオッケー。望遠鏡覗き込むしかないか。でな、2、3日後に帰った。で、捜査班が再編成された。お前は真っ黒に塗りつぶされていますが、眩しくて髪黒い影しか見えなかった。
写真ぐらいしか見せるもんなさそうなんだけどな。違うんか。迷宮入りしちゃうよ私の中でこの事件が。これでもなければこれでもない。雷で一瞬しか見えなかった。見えたと言っても雷の光でめくらめシルエットしか見えなかった。だからどうすんだ。だからなんだ。だからつってどの証拠出すんだ。なんだ、どれだ。関係ないでしょ。関係ないでしょ。特にこれ見るとこないからな。なんだ。考えすぎて先のこと考えちゃう逆だからある。なんだ。なんで。の矛盾だこれ。何をどうすれば矛盾になるんだ。分からんな。なんか書いてあるわけじゃないしなこれ。関係ないでしょ。一番最初の真理だから。いいか、すごい。スーパー投げやりになってきちゃったけど。見たままならおかしい。2年前の証拠品。
ろくな証拠品ないで。うん。うん。2年前の証拠品。うん。うん。これは関係ないでしょう。うん。落ちないんです。うん。何が変なの？何が変なの？うん。持ってるものは透明？いや、そんな関係ないよな。うん。少なくとも証拠はこれ。これは何のためなのかよくわかんないしな。間違えちゃった。ボタン間違えた。ボタン間違えた。ボタン間違えた。証言はどうなっていたんだっけ。うえー。有罪だ。弁護士、この…そうだね。解剖記録では背後に傷があって折れた刃先があった。おそらく刺された時に折れたんだろうね。そう、うん、選べないんだよな。うん、もう立体になりませんがね。こっちがあれでしょ、ジョーでしょ。うん、のものがないんだよ。うん。それそれも折れてませんか。うん。ないんだよな。カメラン。ないんだよなぁ、それっぽいの。うん。迷子より心臓を一つき。うん。わかんないなぁ。うん。うん。あそこなの。何を触れるけどない、よく見てください。
なんと、歯がぽっきり折れているんです。脈ともわかります、それぐらい。ナムコさん、証拠品持ってください。凶器のナイフの先もほら、ちゃんと欠けてるじゃないですか。確か、ナムコという歯の先は体内から発見されました。女王が刺したっていう決定的な証拠ですよね。うんうん、そうはいかないんだ、バネちゃん。うん。一体何が問題だというのかね。簡単なことです。背後より一度刺されて失血し、被害者が一回しか刺されていないのであれば、犯人が振り上げたナイフが折れているはずがないのです。あー、これは一体どういう。このナイフは犯行の前から折れていたと考えればいい。どうはいきません。折れたナイフの先は被害者の体内から発見されています。初めから折れていたなら、こんなとこにあるはずはない。その通りです。これは一体。歯の先が被害者の体内から発見されたのは事実なのだ。それならば、その証人の記憶違いとしか考えられぬ。だからこそ僕は何度も証人に確認したのです。記憶違いではないか。でもそうではなかった。何この矛盾に答えを与える方法などない。残念ながら、一つだけあるのですよ。中継検証忘れたのかな、この事件には。不正な証拠の因素、操作があったこと。つまり、この折れた刃先は、現状の捏造だった。そう考えることができるのです。ぐーおー静粛に、静粛に。やはり安心の操作に不正があったということですか。ここでもう一度、年前の事件があった日のことを確認しましょう。やっぱりね、時をかけられるからね。警察局と検事局の式典に行われました。大門直人検事はその式典で検事局賞を受けた後。聴取に当たった。聴取の最中、吉影は取り調べ室から逃亡。キラークイーンを。その後を追って、非常に刺殺された。この物語のどっかに嘘が潜んでいるのです。嘘なんかついてないの。犯人を振り上げたナイフは最初から折れてたんです。もしそれが真実ならば、他に考えようはない。これは凶器ではなかったの。折れたナイフが他にあったと考えるしかない。で、そんなに都合よくナイフが他にあるなど。ナイフ以外に別の刃物が存在した。そんな可能性はあるのか。折れた刃物の正体。ナイフが他にあった。ここまで主張する以上、今しがいで片付けるわけにはいかないでしょう。じゃあ見たのです。もう一瞬、俺とナイフを。弁護人に案外があるようですね。ナイフは別の凶器の存在。最初から折れていた。一つだけ。ご覧いただきましょう。これが凶器の正体です。出てこれだ。やはり、答えは2番やりました。このパネルの中に、これは自称式の日の写真。あはは、どうしましたか、ミスルギ検事。折れた凶器。ナオト検事が持ってる商品に注目してください。取り外しできるんか、それ。折れたナイフ。こんなとこに。本人の絵に描かれた凶器は、青影のナイフではなかった。それならば、この正体はこの商品になったのではないでしょうか。仕組み。あのし、ザイオン検事は検事オブザイヤーに選ばれた。商品としてこの割れた旗でと折れた剣を受け取ったのです。そして、青木翔が逃走したとき、突然それを取った。警察官ではないザンボンのことは当然ピストルを持っていない。折れた剣はいざというときのための武器だったのです。こんなことはありえん。
その理由は、もし建築所の折れた剣が凶器ということになれば、被害者と加害者が逆転してしまうではないか。なんだって？つまりナイフを振りかざしているこの犯人こそが財務直人剣者ということになってしまうの。かわいいひら、うわぁ、ナイフさん、このひら、しかし実際に亡くなっているのは剣士の方です。確かに、どうやら弁護人は勇み出しちゃったようだ。待ってください、私思い出しました、すべて証人、検事さん、何だろうか、さっきの検事さんの証人ユースを見せてください。裏に隠せたあれですか。やっぱりそうだ。これやっぱり私が書いたものです。なんだと、君が書いた。私が書いた時リストは破かれてなかったので。そうです、私あの時のことを一心忘れようとして、今まで心の底に閉じ込めていたんだ。どうやら証言として伺った方がいいようです。よろしいですか。ナイフの後ろに謎の太陽君の影、一体どんな話が飛び出すんだ。時をかける太陽君、逆転裁判意外と難くない。難しい。犯人の人がナイフを振り上げるのを見て、私夢中で飛びかかったんです。二人の人影に向かって、そしてナイフの人を突き飛ばした気がします。時などは一瞬光って、私太陽君を見たの。部屋の中にはいなかったのね。確かに太陽君でした。なんという、バカな、ありえん。建築の課長がこの怪物を生み出したのは殺しのことだ。2年前には無駄、存在すらしなかったわけだ。弁護に尋問をお願いしましょう。ね、これ以上裁判続けないでお願い。萌さん、何ですか、引っ越す席を離れないように。違法料、私強く認めているではないですか。どうしてそっとしておいてくれないの。大付けしてみた感じ、すでにここまで来てしまった。もう戻ることはできない。そこまで、これ尋問に入ります。被告人にお願いします。逮捕くん。ナイフを振り上げるとみたいな。犯人というと、青木翔のことですね。多分、そうだと思います。多分。影しか見えなかったかな。飲食の記憶に残っている。停電がな。それであなたは、夢中で取り掛かったんです。最後の人影に向かって。なぜそんな危険なことを。だって、私見たんです。犯人がナイフを振り上げて、探そうとしてるところを。当然、ナイフを持ってる方が青木だと思っていた。しかし、折れた剣を持っていたのは、財務検事の方だった。犯人に突き飛ばしたいとき、思ったんです。助けなくちゃって。この人を突き飛ばした気がします。気がした、というのは。私、あの時、もう無臭でした。だから、よく覚えてないんです。自分が何をしたのか。ほんの数秒の間に命を狙い、次の一瞬、殺人の現場を目撃した。無理もないだろう。犯人がナイフを振り下ろそうとしてるのが分かった。とにかく、ナイフの火を止めようと思ったんです。勇敢な行動です。そして、どうなったんですか？その時、窓が一緒に光って、私、逮捕を見たの。間違いないんですか？だってほら、ここにも書いてあるじゃないですか。しかし、この怪物を生み出したのは刑事課の課長なのだ。しかも、それは今年に入ってからのことで、2年前にはまだ存在してなかった。それは間違いないのだ。私も警察に行ってびっくりしました。どっかで見たことある、そう思ってたんです。やっと思い出しました。本当に厄介なマスコット。
はい、ホークンだ。一体ゲームはどこで彼を踊っていたのですか。部屋の中にいなかったのに、確かに逮捕でした。部屋の中にいなかったの。影ということは、この不敵な褒美を浮かべた顔を見ていないんですね。はい。でも今はもう覚えています。あの3本の不気味な角。こんな議論は無駄だ。年前まだ存在しなかったでしょう。今しがいに過ぎる。確かに今しがいかもしれません。しかし、問題なのはその原因です。これならば、弁護人には心当たりあるというのか、この影の正体に。管理者が目撃した逮捕君の正体とは言うしかない。実際にこの影を見た。年前のあの日、あのオフィスで、一つだけ、逮捕君の形に見えたものが差すのでました。これが弁護側の主張です。確かにピーコ君怖いよね。ピーコ君怖いよ。もう、ま、あの顔でにずっといるか存在してるからね。あの瞬間で証人は何を見たのか。何ですか？何ですか？何なんですか？いや、私が想像してるのは、これなんだが。私が想像してるのはこれなんだが、実効的に違う気もするんだけど。そこなしの壺。本当に壺なのかな？あるいは天体望遠鏡とか。見えなくもない。くない？他に見えそうなものはないんだよな。ワンチャンゴム手袋。他にそれっぽいのがないんだよ。この化け物がタイムスリップした以外。これも言って逮捕に見えないしね。示してみるか。逮捕の正体はこいつです。それは何ですかね、これ一体。おそらく都合でしょう。なんとなくはっきりしませんが、父さん形が全然違いますよ。確かに、このままでは多分ツボです。しかし、見方を変えたらどうでしょう？見方？レイズするんだ。ツボの正しい見方を。絶妙に操作が難しい。あ、違かった。ぐわこうじゃないのか、こうか。ん、どうだ、こうか。なんか違うな。こうか。これならワンチャン。これならワンチャン。いかがですか？奇跡としか言いようがありませんが。それはどう見ても。これは太陽君です。そんな。わかんなことが。よし、国。確かに認めなければならないようです。事件当日、現場に現れた太陽君の正体。
サーカスマガの曲芸楽しませてもらったよ、弁護人。しかし、だから何と言うのか。どういうことですか？怪物の初代、ツボだった。それが分かったところで、何も変わらないではないか。それは違うよ、三菱戦士。アイホクの正体が、このツボだった場合。それによって、事件も歩き変わってしまう。面白い。では、伺おうとしよう。うん。犯人の趣味。今日には壺を見た。それによって変わるものとは。犯人が変わる？うん。考えてみましょう。うん。この瞬間、証人はこの壺を目撃しました。しかも極めて特殊な角度でだ。では、それを見ることができた場所はどこでしょうか？壺を置かれている場所は、写真が物語っています。オフィスの棚の上。バカな、死体は、宝石ともにデスク付近で発見されたはずだ。それもそう、証言しているではないか。うん。しかし、この写真と証人の証言が真実を物語っている。つまり2年前、おかげと、うん、不動産の友恵さんのオフィスではない。部屋の反対側の、陰と局長のオフィスだったのです。わざわざ死体を移動させたというのか、陰とのオフィスから、友恵のオフィスへ。そうなります。一体何のためだ、何の意味もない。その通り。うん、何の意味もなければ、こんな面倒なことはしません。だから、そこには理由があったはずです。弁護人にはその理由はわかるのですか？なので、やっと見えてきた。なぜ、富さんがガレオと審理を中断させようとしたのか。しかし、ここまで来たら行けるとこまで行くしかない。思い出してください。証人はナイフを振り返した人物を突き飛ばしました。一瞬、あと壺が跳ね飛ばされて、宙を飛んでいる。この衝撃の原因、一体何だったのでしょうか？それは当然、突き飛ばされた人物が壁に打ち付けられたショックでは。それでは、もう一度写真を見てください。壺が置かれた棚の方へ突き飛ばされたとしたら、そこには何があるでしょう？鎧があります。剣を構えた。さて、証人に突き止めた人物は俺だけを持っていました。つまり、電磁書を手にした財務刑事だと考えられます。なんだと？ちょっと待って、弁護人。マスカ、貴様。そうなんです。ここにもう一つの可能性が浮かび上がってしまう。もう一つ。もちろん、証人自身も知らなかったんでしょう。しかし、言葉に出せない。今、提示された状況を考えれば、この意味は明らかだ。あの瞬間、大月役人が突き飛ばしたのが、大門直人検事だったのならば、そうなる。うん。私が、大門さんが死んだのは、私のせい。うん。やっうん。やっぱモンストは最高やな。モンストだったよ。うん。まず、彼女の証言がこんな結果をもたらすと、のしおばとの証人自身だった。そして、それを立証したのも、証人自身。前代未聞です。うん。今になって、何を言い出すのですか？申し訳ありません。でも、状況を考えると、大門刑事を殺害したのはあの、青掛城なのです。妹、茜が、この罪を着せられるなんて、皮肉なことだな。
年前捏造があった。それを認めたのはあなた自身だ。はい、もう検事の死体が移動させられたのは宝石あかりの犯行を奪うかばうためだったわけだろう。グランドおしゃべりはもうやめて。そこまで言うならば私は証拠の提示を求めます。妹が財務検事を殺害したその決定的な証拠。証拠ですか。まあ、それは証明できるはずがないでしょうけどね。確かに証拠による立証は難しいでしょうが、証言しかないだろう。うん、ですけれどそれも無理みたいね。当事者は全員すでに死んでしまっているのか。なくなって明日に証言を求めることはできない。やっぱりうちの推理だったのか。チッ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 。ふうやれやれ。そうなればもちろん、どこや可能性は一つしかない。まだあるのか。続きにそれは一体、死者がすでにメッセージを残しているという可能性だ。こうかこうか、財務検事は即死ではなかった。自ら命を絶った人物の名前を残したかもしれん。何らかの方法で。そんな馬鹿げた。ありえないわ。いかがですかの弁護人。これが最後の可能性です。人のメッセージ。どのようなものが存在するのか。これか。この布切れが検事の着てるベストみたいなやつだったりすんのかね。うん、ぐらいしかないよね。何の職かわかんないっていうのか。うん、あかねちゃんが犯人というかやってしまった証拠っていうのはこれしかないよね。真犯人の名前は、証拠に残っている。メッセージ、我はすでに手にしています。ここまでして、あなたは妹を殺人者にしているのですか。ちっちゃ、誤解してもらったら困るな。鈴木検事と。我々は宝石役に罪を着せようとしているのではない。分かったよなさ。我々の仕事はただ一つ。真実を見つけ出す。それがどんなに辛いものであっても。弁護人。これっす。私社からのメッセージです。なるほど。わかりました。では、これが私からのメッセージです。にゃー違かった。違かったんで。これが何なんだろう。これかな。中石美は結婚だろう。線だけは残ってる。これ、ペンが残ってる。何も情けだったら壺しかないんだろうな。壺かしら。
ないんだよな。うん、ズボンにしてみるか。これは先ほどの逮捕なんですね。彼が犯人名を語るということかしら。今怪物に言葉があるものならな。これは壺に見えなくなってるね。メッセージは残されていました。この壺の正面。血の跡が出ています。どうやら、誰かに拭き取られたように見えるが。しかし、でも一部だけはなぜか血拭き取られずに残っています。さらに、血で書かれた線があります。つまり、こういうことか。これらの点は、かつては線だった。最後には即死ではありませんでした。だから自らの血を使ってメッセージを残すことができた。妹が拭い去ろうとしたようだが、線が折れる部分だけは壺に深く染み込んでしまったんだろう。つまり、血に繋げれば血のメッセージが浮かび上がってくるのです。なんてこと。弁護人、会社はどんなメッセージを残したのですか？では、もう結婚が語ってくれるでしょう。伝統的にもその話を作るんだ。うん。犯人、名前しかないやつだ。ぬのろび。うん。ほう。うん。負けらんないけど。負けなくていいのか。わかんない。合ってる。読めなくはないと思うけど、これをちゃんとそれと認識してくれるのかわからない。私的に合ってる。うん。私的に合ってそうなんだけどな。うん。でしょ？うん。でしょ？うん。で、こっから。ここが四角か。うん。こうか。うん。なんか違う気がし、なんか違う気がするけど。ね、これでいいのかな。これで違いますって言われたらぶち切れちゃうけど私。ドン。いかがですか。こんなのが書けました。申しません。社会学とお勧めしよう。
やっぱ強かった。これで間違ってたらただの感じ悪い弁護士になるほどになっちまう。こうで、ここがどこに繋がるのかわかんないけど、こう払ってはいるんだよな、多分。こう言ってるんだよね。こういうこと？いや、違うよ、なんだろう。間違ってないとは思うんだけどな。間違ってるのかな。私の推理が、追ってへんのやろっていう。お風呂入ったりとかじゃダメなん？くれ。でーん、レンのミスを実装するのが弁護士たちの任務だ。だから、トモエさんを救うことだけを考えてきた。わかんない。もう答えがこれなのか。わかんない。これが財門賢治が残した最後のところだ。匂いはすべてオスのせいにしましょう。なんということでしょう。殺意はなかった。しかし、結果的に被害者の命を奪ったのは、大月あかねさんだったんです。だから言ったでしょ。みつるぎちゃん。ガンと読書。君さん、わかってる？自分のやったことの意味。どういうことだろうか。2年前のあの事件、青柿女王って処刑されたでしょ。裁かれたのは彼の最後の犯行は。現実は私は君だっけ。そうなのよ、金鶴木ちゃん。金鶴木の男をさ、ちょいと処刑させちゃったわけ。しかも、捏造された証拠を使ってね。ぐわーっ。だって女王は連続殺人犯だ。それは確かなはずでしょ。こんなことはね、問題じゃないの。知ってた？僕たち正義の味方じゃないんだよ。で、私はね、法の番人なわけ。一人の男を処刑する。それ大変なことなんだよね。現場に捏造があろうと、隠蔽があろうと、代表的な責任は担当した検事にあるのよ。これだけはね、動くせん事実なのさ。検事って一体どうなってるんだ。唯一のやつが処刑されたかもしれないんだぞ。よろしくねー。静粛ねー。法廷内に虚しく傷口の音が響き渡った。騒ぎは収まらず、審理は一時中断された。法廷の行方はもう誰にもわからない。届く。まだ届くの。